あまりに唐突すぎないかい？俺にもわからん。討論で教令院の奴らに勝とうなんて、卵を持って石を打つようなもんだ。でも君たちが試そうというのなら、俺も止めはせん。そもそもこれ以上悪くなることもないからな。そう悲観的にならないで。シャリフからしたらニーローの考えは甘く見えるかもしれないけど、それこそが彼らに一番欠けているものでしょ。むしろ思いがけない結果をもたらすんじゃない？ああ、俺も賛成しよう。ロマンある考えだ。劇の世界において弱者が強者に勝つ物語は欠かせないものだからな。でもそれってあくまで劇の話で、現実世界じゃありえないだろう。あ、別にニーローを支持しないってわけじゃないぞ。手が必要なら遠慮せず言ってくれ。何もせずただシアターが取り壊されるのを見るよりはマシだ。私も協力するよ。教令員の人たちに私たちの闘志を見せてやろう。みんなありがとう。みんなの応援のおかげで私もだいぶ心が落ち着いたよ。水を差すつもりはないけど、お父さんはそう簡単に打ち負かせる人じゃないよ。あの人は博識で論理的でとても厳格だから、討論で勝つのはかなり難しいと思う。みんなだって分かってるでしょ。でもニーローのやる気をそぎたくないから口にしないだけ。結局さ、これって彼女を傷つけることになるんじゃない？やめるんだ、イナヤ。ごめんなさい、空気を悪くして。私はただ無理やりいい結果を期待するなんてことできないの。それに不可能なことに挑戦するニーローも見たくないから。そうだぞ、そんな弱音吐くなって。うん、あなたの言う通りだよ。いなや、私たちの相手は教令員。その手強さは誰だって分かってる。期待しないことの方が普通かもしれない。それでも私はやってみたいの。もしこのままズバイルシアターと別れを告げるなんてことになったら、後悔してもしきれないから。私だけじゃなく他のみんなもそう思ってるって信じてる。悔しいなら声を揃えてちゃんと言わなきゃ。言うべきことを全部言って、やるべきことを全部した後、たとえ望む結果が出なかったとしても未来に悔いは残らないから。だって私たちがつかめるのは今この瞬間の選択だけだもん。それは分かってる。悔しさも怒りも私だってこれ以上ないくらい感じてる。なら討論の場を設けたいってこと、あなたのお父さんに伝えてくれないかな。家族と連絡する方法はあるはずだよね。うん、あるけど。それじゃあお願い。私討論なんて一度もしたことないから、正直今も自信はないんだけど、でもやると決めたからにはちゃんと準備するつもりだよ。みんなの意見を集めて討論の場でまとめてぶつけてみる。私一人の知識じゃあなたのお父さんには勝てないけど、シアターのみんなの知識を集めればそうとも限らないでしょ。うん、そうだそうだ。ニーロ姉ちゃん、悪いやつなんて倒そう。正義は絶対に勝つもん。あいつに痛い目を合わせてやろうぜ。別に喧嘩をしに行くわけじゃないんだよ。でもその気持ちは受け取るね。頑張ってくるから。よく言ったな、ヒーロー。なんだか大口を叩いちゃった気もするけど、
早速準備しよう。まずはシアターのみんながこのことをどう思ってるか確認しないと。うん、みんなの考えを集めに行こう。君たちのこと、イナヤの言う通り、確かに私はニーローのやる気をそぎた。でも彼女を傷つけるつもりもないの。私にはだってニーローは勇敢に立ち向かい抗うという意志を示す。もしニーローを応援せず、それに こいつとはあまり話したくないけど。もう俺に先入観を抱いているのか。アドバイスをしようと思ったんだがな。それは話してくれてもいいぞ。その前に、この間の質問について君たちは新たな答えを出しただろうか。それについて語り合うのも悪くないと思うんだが。さあ、芸術の意味とは何だと思う。またかよ。けど芸術の価値を証明するにはどちらにせよこの問題と向き合わないといけないよね。どう言葉にしたらいいかわからないんだけど、私たちの公演でお客さんが喜んでくれたら私も嬉しくなるんだ。これもある種の意味って言えるんじゃないかな。ニーローのやつ真面目に答えてるな。こいつがいつも意味わかんないこと言ってるの知らないの。いやいや、ニーローの答えは君のよりずっといいぞ。それに俺の心の中にある答えにかなり近い。芸術の意味は創作者が与えるのではなく、鑑賞する者が与えるものだ。言い換えれば、人が鑑賞できる芸術だけが鑑賞する者の精神世界に痕跡と価値を残せる。教令院の連中には絶対に理解できないだろうがな。ああ、俺はかつて学者が知恵を求めるように芸術の極致を追い求めていた。しかし理解などできないという結論に俺は至った。それ以降、理解されるかどうかが異様に気になるようになったんだ。難解な芸術であればあるほど理解できる人が少なくなるのは分かっている。だがそれを言い訳に自分を慰めることはできない。ずっと戸惑っていた。ここに来てニーローの踊りを見るまでな。そんなにすごかったのか。そこにいる全てのものが目を奪われた。舞台上の演者は観客から注がれる視線に胸を躍らせ、舞台下で見る者たちはその素晴らしい空気に酔いしれた。正直なところ厳しく評価するなら演技はいまいちだった。いきなりそんなこと言わないでよ。しかしそれ以上に困惑したのが、そのいまいちな演技が全ての観客を魅了し、俺をも魅了させたことだ。俺は道を間違えていた。俺が求めていたのは決して極致なんかではなかったんだ。故に芸術研究の最前線から離れ、このシアターにやってきた。ここには俺の欲しいものがあるからな。芸術は砂上の楼閣ではなく啓発や娯楽でいい。芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。そうでなければ芸術に意味などない。そっか。私とズバイルさんが教令員の命令通りに講演の内容を変えたくなかったのと理由が似てるかも。だってみんなが理解できないものを見せたらつまらないって思われそうで心配だったから。俺はかつて数多の脚光を浴びてきた。だが虚名を捨て今の自由を手に入れた。この先どこへ向かおうと気にはしない。だがニーロ、これだけは頭に入れておいてくれ。君はすでに最高の舞台を手に入れている。このような機会はどこにでもあるようなものではない。たとえ相手が教令員であろうと彼らに譲歩はするな。うん、アドバイスありがとう、ガッサニさん。
学問に勤しむあの連中の頭を冷やしてやってくれ。あいつかなり気にかけてくれてるみたいだ。すっごく真面目なんだな。彼のことをよく知ると冷たく見えて、実は温かい心を持った人だってことがわかるよ。それにテーブルや椅子を修理したり、ペンキを塗るのを手伝ったりしてくれるんだから。全然そんな風には見えないぞ。まさか教令院に挑もうとするなんてね。若い頃のことを思い出したよ。あの頃は怖いものなんてなくて、いつも一番危険なところを目指して進んでた。そういった機会はもうないけどさ、今思い返しても胸が躍るんだ。ごめん、もし教令院にシアターが取り壊されたら、ソリンとエイブ、それにあなたは。大丈夫、そんな深刻な状況にはならない。たとえシアターがなくなってもまだ人はいるだろ。冒険者の粘り強さを侮らないでくれ。なんとかしてみせるから。でももし突然何かがなくなったら、きっと悔いが残ると思うの。冒険を続けられなくなるのと同じように。そのことを心配してくれてるのか。安心してくれ、悔いをどう対処するかなら私は経験者だ。そりゃあ最初は確かに辛いけど、いつか慣れる時が来る。それにほら、今はソリンもエイブもとても幸せに過ごしてる。ソリンはシアターのテストに受かったし、もうすぐ役者デビューだ。あの子すごく喜んでたよ。ニーローと同じ舞台に立てるって。もし過去の苦しみがなかったら、このシアターに来ることもなかったと思う。その時ソリンは今より幸せになれてるだろうか。そうとは限らない。それって慰めてくれてるのか。半分は慰めで、もう半分は私の本音だね。シアターで過ごしてきた日々は私にあることをゆっくりと気づかせてくれた。大事なのは何を経験したかではなく、その経験をどう理解したかだってね。私の人生は夫を失った時に終わったと考えることもできるし、ソリンとエイブはそれでより幸せな人生を送れるようになったとも考えられる。だからたとえシアターがなくなったとしても、私はそれで新しい人生を始めることができるかもしれない。いいことも悪いことも人が定義したもので、それを自分がどう見るかなんだ。そっか。だからね、ニーロー、あなたにとってシアターはとても大切なものだって知ってるけど、あまり肩肘を張る必要はない。私たちはあなたのそばにいる。シアターがこのままバラバラになるなんてことはない。うん、ありがとうリカードお姉ちゃん。どういたしまして、こちらこそ。その勇気にすごく励まされたよ。ニーローならきっと立派な冒険者になれるだろうね。それは褒めすぎだって。ありがとう励ましてくれて。元気を出さなきゃね。うん、ふう、だいぶ気持ちが軽くなったよ。ならいいんだ。討論の時子供たちを連れて応援しに行くよ。今回のことはどんな結果になろうと、開墾も一種の美と。あまりに唐突すぎないか。俺にもわからん。スマイルさんは何かいいアイディアない？道理を解くのは簡単だが、奴らはあまりに理不尽だ。今まで
シアターの事務はしっかりと管理してきた。手続きや許可が欠けたことなんて過去に一度もない。今回みたいな事態になった際、それを盾に彼らの口を塞ぐつもりでいた。だがまさかあの連中規則すら守らないとは。ああ、分かっている。だがシアターにいる限り彼女はここの人間だ。もしシアターの人たちが外からの圧力に怯えるようになったら、ここのマネージャーとしての意味がない。とにかく自信を持ち、規則に従ってことを進めればいい。彼らにシアターを取り壊す資格はない。少なくとも今はそうだ。その姿勢を貫き、彼らに譲歩させることができれば、勢いで相手を圧倒できるだろう。うん、覚えておくよ。こういったことは俺もよく目にしてきた。相手はあの強霊院だからな。君たちが準備している間、俺はシアターの今後のことを手配しなければならない。最悪の事態に備えておく必要があるからな。そっちの話が一段落したら、常連さんたちに公演の中止を伝えてくれ。本当に公演を中止しなきゃいけないのか？今は誰も公演を行う余裕などないだろう。それに俺はシアターの人間だけでなく、観客たちへの責任も持たなければならない。こうするしかないんだ。ニーロ、君は偉い。将来のことを一番心配する必要がないのは君だというのに、最初に立ち上がったのも君だった。ここを離れるなんて考えたことないから。ツバイルさん、私は心の底からここが好きで、これからも、それにみんなとも一緒に踊りたい。ますます彼女に似てきたな。応援している。人事を尽くして天命を待つといい。彼女って、私の先生で踊りがとても上手な人なんだ。でももう引退しちゃったんだけどね。いつか機会があったら彼女のことを話してあげるよ。時間ができたら伝えてくれ。急ぐ必要はない。友人やシアターのお客さんたちを呼んで、もし雲行きが怪しくなったらみんなで騒ぎ立て、それは良くない。わかった。他の方。君たちか、シアターの公演が中止になるって本当なのか？こいつずっと心配してんだよ。帰り道もそのことを延々と喋っててな。君だってそうだったろ。一体何があったんです？前にシアターに来た方は強霊院の人だったのですか？うん、30日以内に営業を停止するように言われたの。それにシアターを取り壊すっていう通知も受けてね。急にそんなこと言うなんて、どういうつもりなんだ？ふぅ、どうせまた嫌がらせだろ。なんでそんなことするんだよ。説明が必要か？まあそうだな、強霊院の命令だし。でも心配しないで、強霊院の人と公開討論を行うつもりなの。今はその準備中なんだ。もし私が勝てば結果を変えられる。彼らの考えを変えることができるかもしれない。そんなことが可能なのですか？いやはや、さすがだ。ご安心ください、私はあなたを支持しますよ。 100% ね。ああ、俺もだけど、急にちょっかいを出してきた理由は何なんだ？やっぱりここの公園に偏見を持ってるからか？うん、そうだと思う。あいつら何も分かってないくせに、よくそんな結論を出せたもんだ。毎日勉強ばっかで、普通の生活には目もくれない。まったくだ、あいつら俺たちのことをバカにしてるんだよ。まあ俺たちもあいつらのことをバカにしてるんだがな。安心してください、ここにいるみんなは
あなたの頼れる後ろ盾です。彼らの勝手な振る舞いを支持する者はいません。ああそうだ、あいつらには知恵に序列があって身分の高低があるかもしれないけど、芸術の鑑賞は誰もが平等だろう。もしあいつらが俺と討論したら、俺より芸術のことを知らないかもね。討論の時、相手にダンスの演出に関する問題でもぶつけて困らせてみたらどうだ。それっていいのかな。でも悪くないかも。こいつのは冗談だから気にしないでくれ。それよりも君は君の思うようにやったらいい。俺たちはみんな君の味方だから。うん、みんなありがとう。みんながこのことを考えてサポートしてくれるから私も安心できるよ。なんとかなりますよ。もし助けが必要でしたら声をかけてください。グランドバザールのみんなで協力しますので。気迫じゃあいつらに負けないぞ。考えがまとまってきたかも。シアターに戻って整理しよう。おう、イナヤももうすぐ戻ってくるはずだよな。ことここに至ってはアンズルより有無がい。エイブ、イナヤお姉ちゃんを見なかった？ううん、まだ帰ってきてないよ。ただ伝言を頼んだだけで普通こんなに時間がかかるか。あ、まさか旅人パイモン、私重大なミスをしちゃったかも。イナヤ、最初からここに戻るつもりがなかったんじゃないかな。なんだかそんな気がするの。彼女の性格からして今回の責任は全て自分にあるって思ってそうだから。自分がシアターにいるせいでシアターが取り壊されるって思ったんじゃないかな。そっか、お父さんが現れた時からずっとあいつは自分が狙われてるって思ってたんだな。あの二人の間には大きな溝があってね。それで彼女は家出したの。私たちは討論に勝てない。でも私たちのことを巻き込みたくない、そう考えたんだと思う。それを避ける一番の方法がここを離れることだと思ったんじゃ。それでそっと出て行ったのか。そうだね、イナヤは悪い方に考えすぎなんだと思う。努力してみないと結果なんてわからないのに。とにかく彼女を探さないと。探すって言ってもスメールはこんなに広いんだし、どこを探せばいいんだ。少し心当たりがあるの。まずはシティの外に行ってみよう。彼女はシアターへ来る前、シティの外でキャンプをしてたの。あの時イナヤは汚れた水を飲んだせいで熱を出していてね、私が背負って連れて帰ったんだ。シアターを出て行って住む場所もないならきっとまた一人でキャンプをしてるかもしれない。おう、それじゃあ早速行ってみようぜ。うん、行こう。